ヘンリーパスセイ時代から残るペルメル側の宮殿メインエントランスセントジェームズ宮殿はロンドンにある最も古い宮殿の一つセントジェームズパークのちょうど北側ペルメルにあるセントジェームズ宮殿とペルメル1715年のジャンキップの絵より宮殿はヘンリーパスセイの命令で聖ジェームズに捧げられたハンセン病患者用病院がかつてあった場所に建てられた新宮殿は ヘンリーパスセイがホワイトホール宮殿に次いで肩入れしたもので、四つの中庭を囲むチューダー様式の赤レンガで建設された。多角形の小塔の側に立つ門番小屋が今も北側に残る。ホワイトホール宮殿が火事で使用できなくなった1698年から、ロンドンでのスチュアート王家の第一の王宮となり、王朝の行政の中枢となった。メアリー一世はここで亡くなり、 彼女の心臓と内臓は宮殿内の王室礼拝堂に埋葬された。エリザベス一世はスペインのアルマダ艦隊がイギリス海峡を航行するのを待つ間、夜をこの宮殿で過ごしたと言われている。チャールズ一世は初期前夜にここに泊まり、少なくともぐっすり眠った。オリバー・クロムウェルは宮殿を引き継ぐと、共和制の間弊社として使用させた。ハノーバー王家の最初の三代の王たちは、 他のヨーロッパ王家の都市宮殿の豪勢さとは、程遠いセントジェームズ宮殿を、ロンドンでの第一の王宮として使用していた。ダニエル・デフォーは1725年に、宮殿を安っぽくてミスボらしいと言及している。1809年、火事が起き、王家の資質のある南東閣を含む宮殿の一部が損傷した。この資質は修復されず、クイーンズチャペルが孤立して残った。 宮殿とチャペルの間には今マール・バラロードが走っている。ジョージ3世は王妃シャーロットを戻すためにバッキンガムハウスを1762年に購入した。宮殿は引き続いて19世紀前半まで重要な場所として使用されていた。次第に限られた公式行事、歓迎式典、王家の結婚式、洗礼式などに使用されるだけになっていった。ビクトリア城は 1837年に、形式的に引っ越しをし、王家の住まいとしてのセントジェームズ宮殿の地位は役目を終えた。いくつかの建造物と内装が、クリストファー・レント・ウィリアム・ケントの手で修復されたが、多くは19世紀中に改造をされた。ウィリアム・モリスと彼の仲間たちは、1866年から67年に、家計、武器庫とタペストリーの間の再装飾を命じられた。 セント・ジェームズ宮殿は現在も使用され、宮廷もこの場所を公的な住所にしている。外国からイギリスへ派遣された大使たちは、バッキンガム宮殿で女王から新任状を受けるというのに、未だ名目上はセント・ジェームズ宮廷の下に派遣されたことになっている。そのためダウニング街を首相府の代名詞に使用するように、セント・ジェームズ宮殿は王室の代名詞である。宮殿は、 アン王女とアレクサンドラ王女のロンドンでの住居とされている。宮殿の形態は不規則に広がった建物が宮廷オフィス、紅用棟として立つ。混合部分にはかつてプリンス・オブ・ウェールズ、チャールズとウィリアム王子、ヘンリー王子が住んでいたヨークハウス、イギリス政府が公式歓迎式典用に使用していたランカスターハウスがある。かつてエリザベス王太号が住み、現在は プリンス・オブ・ウェールズ・邸である、クラレンス・ハウスが近くにある、イニゴ・ジョーンズの建てた、クイーンズ・チャペルは、セント・ジェームズ宮殿に隣接する。セント・ジェームズ宮殿は、区内省から派遣された護衛兵がいる、ロンドンの4つの建物の1つである。ありがとうございます。